はい、皆さんこんにちは。今回はですね、144/1の、パーフェクトガンダムモビルスーツバリエーションですねを素組みしていきたいと思います。でですね、なぜこれをするかというと、YouTuber のですね、ガンプラチャンネルさんっていう方のライブに呼んでいただきまして、お話ししていたところ、もう私がキューキット大好きなのを知ってくれててですね、同じものを作りませんかと、で勝負しませんかという提案をいただいたので、ありがたいなと、じゃあ一緒にしましょうっていうことで作っていくことになったんですが、私の動画を見ていただいたことがある方はわかると思うんですけど、私この最新キットとこの旧キットのミキシングというのが好きでよくやってるんですけども、まあこのジムですね、ジムガードカスタムを素体にしてパーフェクトガンダムを作りましょうという提案をして、2人で一緒に作ることになりました。でとりあえずこれを、仮組みですね、していきたいと思います。このチームはまた後で使います。それではやっていきます。
はい、出来上がりました。すぐに改造するんでね、テープで留めて、まあ、アンテナなどはつけてませんが、こんな感じです。まあいろいろ工作しないといけないのかなっていう感じですね。サイズ感はどうなんでしょうね。ちょっとやってみようかな。しますね。まあ、ここからまた次のところで、改造とか、まあ、完成まで持っていこうと思ってますので、お付き合いください。この動画面白いと思われましたら、チャンネル登録、 Twitter のフォローをよろしくお願いします。それではさようなら。